皆さんこんにちは、ズラドミのブルーン。ということでね、今日はタイトル通り東京のお菓子を紹介いたします。はい、こちら本格のですね、このお菓子というか、雷おこしとか、そういうお菓子が売ってある、ここに書いてありますね。こちらです。ちょっとピントが、内カメで撮ってるんですけど、 iPhone6 すごいですね、これピントが合うという内カメで。ということでですね、こちらということでね、本格おこしです。これが本格です。東京で売ってある、これがね、東京のはとこのね、おばあちゃんたちがね、買ってきてくれて紹介したいと思います。これいいんですよ。まず開ける前にここ4つぐらいをこうで、あら、こう割れるように作ってあるんですよ、元から。で、そこを適当に1,2,3,4って割って開けます。あ、出てきた。こういう感じです。あ、崩れた。こういう感じです。まあね、ちっちゃいのをいただいてみましょう。うまい。なんかね、中にこういうお菓子入ってるんですよ。その中にね、またこのピーナッツだ。ピーナッツがね、もううまいうまいうまい。こっちが、このちょっと文字が濃い方がタレで、このちょっと文字が薄いこのオレンジ色のが、普通の砂糖だけみたいなものです。こっちが黒蜜みたいな、そういう味でございます。皆さん東京に行ったらこれを召し上がってくれたらなと思います。この美味しさはね、食べてみないとわからないんで、ね、超美味しいです。以上、つらとむしでした。バイバイです。バイバイ。